まして、私のお隣の子をご紹介しましょう。西武バスから来てくれましたエンジェです。で、みんなエンジェ、この子見て何の動物だと思う？ウサギ。ねえ、ウサギに見えるけど、あれエンジェってウサギだっけ？コアラ。え、実はですね、お耳が大きいからウサギさんに見えるかもしれないけど、実は雲の上に住んでいる妖精なんです。みんなが安全にお出かけできるようにお空からいつも見守ってるんですよ。趣味はすごい、停留所しりとりとコスプレ。パンダさんとかナマズさんとか、いろんなご当地の名物に変身をしちゃうのが趣味です。特技は時刻表の暗記。かっこいい。そしてもちろんバスに乗るのも大好きです。エンジェは普段の西武バスでお仕事をしていて、西武バスの楽しい情報を皆様にお知らせする広報担当をしています。西武バスのホームページではエンジェの部屋というところがあって、今までのご当地コスプレや西武バスに乗っていけるお出かけスポットも紹介をしています。よろしくお願いします。ということでエンジェです。イエイエイ。さあ、じゃあちょっと前に飛ぶね。失礼します。はい、続いてひろいこです。今年も来てくれたね、紹介しましょう。大海鉄道の駅長を変えるため一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。
ください。あゆみちゃんとまえちゃん足しびれちゃうね。大丈夫、頑張ってね。いいですかね。はい、もう取れましたか皆さん。大丈夫、もうちょっとか。はい、年に一度この西武電車フェスタでみんながこうやって集まってくれて嬉しい限りです。はい、ありがとうございます。お写真タイムでした。じゃあ皆さんゆっくりね、ゆっくり動いてステージから降りましょうか。はい、ではお客様皆様大きな拍手でお送りいただければと思います。キャラクター大集合でした。はい、このステージの横には何階段があるんでね、ゆっくりゆっくり行きましょうね。